ップ AC の、イージーとキャッチ、スクラッチを使うゲームなんですけど、サードの頃に追加されたモードで、最初はまあお遊び的なモードだったんですけど、それがメインモードになりました。スクラッチを使って果物、まあ、あのノートを拾っていくゲームなんですけど、結構こう単純そうに見えて奥が深くて、誰でも遊べるモードで結構面白いので、よかったらやってみてください。じゃあまずモードセンターから100円入れてスタートします。で、エフェクト1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 、ここでイージー停止、決定ボタン、イージーとキャッチ。ターンテーブルはあのギターフリックスみたいなモードです。鍵盤を押しながらスクラッチであのノートを取っていく感じです。まあいろいろなんかあの変わり種の遊び方ができるゲームです。イージーとキャッチ選択します。で必ず入れてほしいのがあの BGA オフは入れないとノートがすごい見にくいです。なので必ず入れてください。あとはまあ取るノートの絵柄、大きい方が取りやすい人も結構いて、まあそれも好みなんで。あと果物の絵柄になってるんですけど、これも結構なんか果物によって見方が違うんで、まあエフェクト1を押すとこういうものが出てきます。エフェクトペダルを押すと BGA オフになります。ノートはこんな感じでいろいろあるんで、まあこれも完全に好みなんで、自分はあのパイナップル使います。でノートを取るキャラクターが結構いくつかいて、まあこれもまあこれは別にあんまり影響ないですね。まあデフォルトなんでいきましょう。でエフェクト1、もう一回エフェクト1、はい。じゃあとりあえず簡単めの、まあせっかく NT のサントラが出るんで NT の曲からナイトホールもそうですけど、あったサファイア、結構好きな曲です。で決定をした後決定で、ハイピュアエフェクト3とエフェクト4でスタートしながらスクラッチで細かく設定が変更できます。まあこんな感じで下にあの BPM が見えるんで、まあ自分の好みの BPM に合わせて、あとはこれスクラッチ回すとこう果物が回るんですけど、ロングノートはあの視点にだけこう判定があるんで、視点だけ取れば十分です。長い音がなんかロングノートになってる感じなんですけどね、まあ見かけ的なものですね。ちなみに鍵盤を押すと、まあ車でいうギアみたいになってて、この撮ってるキャラクターの、あの速度が上がります。遅くしたり速くしたりできます。最近実は WGC でやってる人が増えてきたんですよね、このモード。ちょうどこう1個離れたやつは通信でギリギリ撮れる感じになってます。まあ本当ギリギリなんで、結構なんかこうやってみると分かるんですけど、見かけより全然難しい。なんかこう細かいスクラッチさばきっていうんですかね、それがすごい難しいんですよね。まあでもこのモードってやっぱりその叩く、まあ普通のその叩くモードよりはなんかこうスクラッチしか使わないので、まあ誰でも遊べるモードだとは思うんですよね。ちなみになんかこう声にカットで撮ることもできるんで、こういう風にカットで撮れます。まあ結構面白いんで、興味持った人はやってみてください。まあ普通に
叩きゲーム苦手な人でもスクラッチだけなんで簡単に遊べると思います。ご視聴ありがとうございました。